私一人だ。分かってる、分かってる。自分で選んだことだけど、でも、でも、パマギーチ、クトニボチ、パマギーチ。どうも。お取り込み中にすいません。生徒会から応援に来ました。生徒会庶務の久瀬正親です。こっちは将来がかかってる大事な試合なんだよ。そっちの都合ばっかり言うんじゃねえよ。そうもそうも、サッカー部の方が圧倒的に部員数が多いんだ。移動の手間を考えたらそっちが移動すべきだろ。落ち着いて、落ち着いてください。知ってんじゃねえぞ。これはもう無理だぜ。アーリア、どちらも頭に血が上りすぎている。これは一度仕切り直した方がいいな。ま、かわいそうだけどこれも経験だな。頑張れよアーリア。パマギーチ、クトンニボチ、パマギーチ。だから一人ぼっちなんだよ。そんな誰にもわからないように。ああ、そりゃ。クゼ君。クゼって、中学の時副会長だったあのクゼ。会長から大体の話は聞いてるんですが、校庭と河川敷の練習場をどちらがどう使うかで揉めてるって認識でいいですか。ああ、そうだ。ありがとうございます。ではこういうのはどうでしょう。移動する人数を考慮し、河川敷には野球部に行っていただく。その代わり人数が多いサッカー部からその手伝い要員を派遣してもらうというのは。手伝い？なんだよそれ。なんで俺らだけ河川敷に追いやられなきゃいけねえんだよ。おい、そうだ。そんなの飲めるわけねえだろ。落ち着いてください。こっちの方が多いんだって。めちゃくちゃ大変だから移動も。道具が多いんだこっちは。あの、そういうことなら野球部には私たちマネージャーが手伝いに行きます。いいよね。え、うん。それで収まるのでしたら。おお、まあサッカー部のマネージャーが来てくれると助かることは助かるな。おお、そうだな。チュ、さっきまでブーブー言ってたくせに。校庭の使用権を譲ってくれるんだから、このくらいは我慢しなよ。まあしょうないな。うちとしてはその条件で構わないが、どうだ。いいだろう。ではそういうことで。それでは双方、また明日にでも改めて生徒会まで申請に来てください。